ワイドマントという大谷選手のモデルを展開しておりまして、こちらがマットレスの本体のデザインなんですけれども、カードになりまして、こちらは割と今、我々が使っている商品の色を赤くしたものです。イリアンが少しメッシュの入り方を変えた赤いものです。シアンがちょっと、グレージェイズにちょっと赤を白い方となっています。今、大谷選手のコピーを反映させたいなと思っているんですけれども、パッと見はグレーがいいですね。はい、ぜひご意見参考させていただきたいと思います。ありがとうございます。あとですね、バッグ、こちらの持ち運び用のバッグになってますので、バッグのデザインもたくさん用意しております。で、一つこちらの実質の、二刀流デザインとなっております。と、二つ目が、ちょっとイラストっていう写真から、やっている、二刀流です。で、三つ目がちょっと、顔アップでやらせていただけないかなというこのサービスがございますので、B がいいかなって感じですかね。なんか入るなって感じです。はい。ありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。僕が野球始めたのは小学校2年生の秋口ですかね。3年生になるかならないかぐらいの時ですかね。小学校の時は土日が基本的にその野球の練習だったり試合があったりっていう感じだったので、僕はリトルリーグ所属してたんでそういう感じでしたけど、その地元の少年野球団みたいなところには入ってなかったので、平日は普通に遊んだりとか、あとは週2ぐらいで多分5年生とか6年生ぐらいまではスイミングしてたので、その練習があったりとかっていう感じですかね。スイミングはそうですね、9時ぐらいには寝てましたね。大体練習が10時ぐらいなので、何時ですかね、8時ぐらいに起きて、ご飯食べて、ちょっとゆっくりして、練習場に行って練習して、何時ぐらいまでですかね、ウェイトあるかトレーニングがあるかないかによって終わる時間が 1、2 時間変わるので、遅い時で3時ぐらいですかねに帰ってきて、でご飯食べて、そこから一回昼寝したりとか、1、2 時間ぐらい昼寝して。起きて、でやることやって、でご飯食べてゆっくりして寝るみたいな。大事ですね。ピッチャーとか特にそうですけど、投げて中5だったりとか4の時もありますけど、その中でどれだけ回復させていくかが大体20から30試合投げる中では、特に後半に向けては大事になってくるので、最初に疲れをためないのもそうですし、後半にしっかり疲れを抜いて次の試合に臨むっていう意味でも大きいことだなと思いますね、睡眠はやっぱり。もうずっと家では使ってるので、枕も使ってますし、なるべく同じようなところで寝るっていうのは。もちろんビジターに行くとベッドが変わったりとかするので、ホーム、自分の家のベッドの方がよりいい睡眠はできてるとは思いますけど、やっぱり深い眠り、質も大事なので量と合わせて、そこが大事かなと思います。ありますね。でも僕、負けた日とか打てなかった日とかが寝れないっていうことはないタイプなので、むしろすぐ寝れるタイプなので、どちらかというと勝った試合だったりとか、いい試合だったりとか、興奮してる状態、体がはなかなか寝れない時はありますけどね。やっぱりリラックスしてる状態で寝れますし、なんでしょうね、やっぱり次の日投げなきゃいけないとか、そういうプレッシャーのある感じでの睡眠みたいなのがないので、よりちゃんと睡眠が取れる環境はあるかなとは思いますね。精神的に興奮している状態試合が終わった後の状態みたいなのはないので、まあ睡眠にこうしっかり集中できる環境かなと思います。